お前、ブチャラティのチームの新人だな。やるしかない。なるほどな。確かに噂通り優秀なやつだった。どうした？来い。まずは頭だ。チームの頭を切り飛ばす。終わりだ、ブチャラティ。お前も、お前のチームもな。試してみるか。お前のスタンドが俺に通用するかどうか。なめてんじゃねえぞ。残念だったな。鉛玉じゃ俺は倒せない。偵察ってのは気づかれないようにやるものだぞ、ナランちゃん。なめやがって。舐めていたのはお前の方だ。やるしかない。今からだとおそらく逃げられない。パープルヘイズ、厄介なスタンドだが確実に仕留める。急にブチ切れるとはな。凶暴なのはスタンドだけじゃないらしい。ついに見つけたぞ、ボスの娘。私はビクついて逃げたりなんかしない。少しだ、必ず暴いてやる、ボスの正体を。ぶっ殺す、そんな言葉は必要ねえんだ。わかるか、ペッシュ、俺の言ってることが。ペッシー、プロシュートの言う通りだ。なぜ必要ないか今から教えてやる。俺の敵なら死んでいたぞ、ペッシー。プロシュートの言うことをよく聞いて、マンモーニを卒業するんだ。もしもし、聞いてんのか。ああ、聞こえている。ブチャラティたちを追ってベネツィアに行くのだろ。失敗は死を意味することになる。お前はもう少し落ち着いた方がいい。確信した。お前こそが俺たちが探し求めていたものだ。絶対に逃がさない。長かった。だが恐怖に首輪をつけられるのはこれで終わりだ。へへ、どうした？かかってこいよ。それともビビってんのか？ただのバカか、それとも誘われているのか。なんて狡猾なやつだ。部活に近づいていたら危なかった。脳みそ足りなかったのと。次にお前はまるで一般人の小僧だという。まるで一般人の小僧だな。